昭和20年8月15日、この日は日本人が初めて迎えたあまりにも大きな苦悩と試練の長い一日であった。ご政断は下った。ポツダム宣言を無条件で受諾するとご政断はあらせられた。閣下、それでは決起のご意志は不敵。参戦を自宅して国政の工事などができるか。いずれにしても天皇の放送が先にあってはどうにもならん。終戦の放送などをされてくるか。反省、何が終戦だ、何が終戦だ。陸将はその責任を他の部門に転嫁されようとするのか。数え上げたらキリがない。ビルマには23万6千を投入して16万4千、沖縄には10万2000を投入して9万、いや沖縄では軍人だけでなく9万2000の一般国民までが。私の言いたいのはその点である。何、多くの者がなぜ涙を飲んで死んでいったのだ。結果的な批判は何とでも言える。しかしこれは誰にしても日本を愛し日本の勝利を固く信じたればこそのことである。東部軍の許可のない限り一切の放送はできません。今から自分が軍の真意を全国民に伝えるのだ。いや、何と言われましても。何？勝つか負けるかはもう問題ではないのです。日本の国民を生かすか殺すか、二つに一つの。今立っていただかなければ手遅れに。陛下の録音が放送されてしまっては全てが終わりになります。首相以外の者には乱暴するな。目標は鈴木貫太郎だけだぞ。まだ見つからない。手向かいすぎなさい。君たちだけが国を守ってるんではない。我々国民が一人一人力を合わせなければ。これからの日本はもっと若い人が中心になってやるべきでね。